パカリ。ドゥルン見てくれ、サメフライ、サメ&フライ。もうねこれね、俺ねサメもフライも大好きなんだ。その男のロマン組み合わせ、サメ&フライ、サメフライ、これね考えた人マジ天才ジーニアス、半端ねえぞ。サメとフライ、サメフライだぞこれ。俺見つけた瞬間泣いたもん、嬉しくて。全5種プラスシークレットなんだけどね、見つけた瞬間絶対全種コンプするっていう決意して両替してきて全部ゲットしてきた。バッチリ見てくれ、ホホジロザメフライ、ノコギリザメフライ、ジンベエザメフライ、熱すぎない、ジンベエザメで、ネコザメフライ、シモクザメフライからのシークレットザメフライ。これね明らかにあれだけどマジ嬉しくね、シークレットザメフライ、これたまんねえぞ。ということでね、今あげたのがドゥーンドゥードゥン、ヤッホーホホジロです。いや見てくれこのイケメン度、半端なくねえか。ちょピンと合わねえな、見てこのクオリティの高さ、うぅたまんねえぜ、めっちゃかっけえ。見てサメフライ、丸ごとフライにされてんの。いやこれねおい天才だわ、これほんと泣いた、これは嬉しすぎる。まずねホホジロさんでしょ、ダンで、この黄色いのなんだっけな、ちょっと待ってね、パカリダン、いやかわいい、見てネコザメフライ、これがネコザメだね、いやかわいい見てくれこれ、ちっちゃい、ちっちゃいんだけどすげえかわいい、ダン。でこれがね2つゲットしたんでね、ネコザメちゃんはダン2つゲットして、でねこれがノコギリだったかな、そうこれがねノコギリザメフライ、見てこのかわいさ、マジクソかわいいから、ダンノコギリザメフライ、いやめっちゃかわいくねこれ、ほらこれたまんねえなカラッと上がっております。でこれなんだっけな、あこれがねダンシュモクザメ、めっちゃかっけえよこれ、見てこれシュモクザメ、すっげえかっこよくない、ハンマーヘッド、いやたまんねえなハンマーヘッド、生かすぜこれ、このかわいさ、うまそうだなおい、このプニプニ感たまらんすわ。で種目ね、これ1個で、これもノコギリだね、ノコギリザメで、これを見てくれ、このデカさを見てくれ、ジンベエ先生、ジンベエ先生、マスタージンベエ、うわでかっ、でかいからピントもこれだけで合う、すげえなジンベエ、魚人空手、魚人空手やっべえな、めっちゃ重てえもん。でもなこれを超えるかっこよさのシークレット、ドゥーン見てくれでけえ、なかなかでけえじゃねえか、見てくれシークレットマンタ、いやこれねやべえだろ、サメフライなのにマンタ、そこがたまんねえよな。多分ね生態がサメに似てるから、ジンベエザメとほとんど変わんないから生態だから。でもメガロドンとかの方が良かったよな、メガロドン、いやメガロドン、まあでもねマンタも大好きだから全然オッケー、オニトマキエね、どうこれシークレット、すげえかっこよくない、オニトマキエ、このねちょっと待ってね、オニトマキエはね、あこいつだこいつ、オニトマキエダン見てくれ、オニトマキエ、サンゴ礁の巨影、全長 7m1.8 バケモンだね。でこいつの学名がねマンタビロスティリスっていうから、通称マンタって呼ばれてんの、オニトマキエ A の種類だね、 A のマンタ、これ見てこのかっこよさたまんなくね、マンタでしょ、いやーかっけーすっげーかっけー、見てこれ俺得すぎるわ。次はさ、あのバッタフライとかさ、カエルフライとか山椒フライとかも出してほしい、マジでこれね、出たら巨人フライとかね、
巨人フライとか出てたらたまんなくない？マジでこれね、いやーこのシリーズいいわ。男のローマンでサメフライ、いやーたまんねえ。つうことで全種類ゲット。いやマジでこれ泣いたわ本当に。もう決意したからね、もう1回目で一発で全部手に、いやーいいな、たまんねえ最高だな。この迫力見てくれ、これこれやべえわマジで。俺ちょっともう一回行ってくるわ。もうワンセットずつ欲しい、もうワンセットずつ。種目ハンマーヘッド、たまんねえわこれ。これはね神だね。久しぶりにねこんな興奮したガチャで、やべえこれは、嬉しすぎる。これジンベエザメね、でっけ、見てこのデカさ。でこのチョン、ネコザメです。かわいいな、すっげえかわいくね。でノコギリ、ノコギリ先輩ちっちゃい。ノコギリとネコザメが2個ずつ出たんだよね。よっしゃつけよう、どっかに。でドジャン、降臨。このデカさ見て、うまそうに上がったらダン、シークレットマンタ。いやーかっこいい、これもうね芸術だ芸術。たまんねえぜこれマジで。パネーは鬼くっそかっけ、これ芸術。いやー嬉しいなマジで。このコラボ見てくれ、これジンベエさんとマンタさんのコラボ、いやクオリティ高え、よだれ出てくるぜ。大胸筋がうずいてるぞ、食いたくて。栄養としてこいつを補充したくて、俺の筋肉タンパク質にしてってうなってるぜ筋肉が。たまんねえ、めっちゃかっけえ。見てくれ、兄弟です、お兄さんと弟兄弟です。かわいすぎんだ。ということで今回はサメフライ全種類ゲットで、ダン。いいね、ほほじろな、いつか戦ってみたいなこいつとは。鼻っ柱弱点だから、思いっきりわしづかみして握りつぶしちゃう。もう握力ね、握力握りつぶしやれば、まあ余裕で食われるんだろうな俺。これサメには勝てねえな。ああもうライオンとかはねギリでいけっかなと思ってたんだけど、動物園見に行ったの、あ絶対無理だと思ったね。あいつらやべえわ。まあテレビとかでさ見てたらさ、もうライオンなんてもう飛び交わってきたとかわして後ろ取ってな、首絞めると思って締め上げてやれば勝てんだろうと思ってたの。無理、もうデカすぎる。もうあいつらはねもうねやばいわ。でも前取られても目ん玉からね、眼球から手突っ込んで脳みそかけましたら勝てると思ったんだけど、あ無理だね。うん、もう威圧感でねやばかったライオンは。ゴリラはね元から勝てると思ってたけど、サメも無理だろうな。何この、これやばくね、このアングル、これ神だろ。この神々しい五尊顔見てくれ、うわーかっけー、うわもうサメになりてえ、すっげえかっこよくない？見てこれ、ほらこれいい酒飲めるぜ今夜は。サメナイト、シャークナイト、いやーかっけー、どこから見てもかっこいいな。でもこれマジ来るわ、すげえかっけー。ハンマーヘッドもちょっと降臨すか、ハンマーヘッド、やべえしびれるぜ、たまんねえぜマジ、やべえなこれ。いやこれもね作った人に感謝、本当にあざす、もうね嬉しいっす、もうこれ人生満足。いやこれ見てハンマーヘッド、いやたまんねえ、うまそう。これはねマジね男のロマン。いやまたどうせ友達にゴミとか言われるんだろうけど、これはね芸術、サメフライやったぜ、嬉しい。ちょっと全集合しよう最後にね、
最後に全員集合して、全員集合バイバイと行きましょうか。めっちゃかっけえじゃねえか。見てくれ、ザ・サメフライチーム。いやーたまんねえ、チームサメフライ。いやこれはね、みんなやばいぞ、これやばい、これやばい。うわすげえかっけえ、見てこれやばいだろマジで、やっべえ、すげえかっこいい。つうことでサメフライ全種類ゲットでん、つうことでね、また次回新しいフライでお会いしましょう。次回できればカエルかバッタか、まあ何でもいいや、またこのシリーズ出してほしい、マジで本当にお願いします、本当にお願いします。いやもう本当これは嬉しい、いやこういうのもっと増やしてほしいね。うん、ということで最後はやはりホホジロ先輩バイバイ。やっぱりね最後キングです、上手、やっぱ最後上手なグレートホワイトシャーク。いやーかっこいいな、たまんねえわ。